アルコールで消毒をしました。瓶ですね。瓶ですね。そしてこれが完熟、そうですね、完熟と言っていいでしょうね。シロップを作りたいんですよね。これをこのヘタを取って、ヘタで取ってですね、つまようじでですね、何か所かこうして穴を開けてあげるんです。で、ちょっと入れていきます。熟してるから柔らかいからスムーズにこれが爪楊枝が通りますね。ちょっと青かったらやっぱりちょっと硬いですけどね。これ全部終わりました。で、芽が全部で1キロです。なので、半分ぐらいこちらの瓶にですね入れてます。でこれに同量のザラメですね、これを交互に入れます。芽をちょっと半分入れて、そしてザラメですね、ザラメとを1キロ、梅と同量ですね。これを半分入れていきたいと思います。こんな感じです。適当に半分ほど。そしてこう綺麗にこういう風に全体にかかるぐらいですね。でまたこれを残りの半分の梅をこれに。で入りました。で残りのザラメですね、これを全部入れてしまいます。これも綺麗にこうならしてあげて、そしてこれはもうこのまま寝かせますって言っても、途中で汁気が梅の汁気が出てくるので、こう少しずつこう汁になってくるんですよね、汁が出てくるんですよね。だから途中で何回かこう揺すってあげて、横にこう揺すってあげて、少しずつでもこう
あの上の方に汁気が移っていくようにして少しずつこう慣らしてあげます。するとあの早めに梅の汁が出てくれます。もうこの辺りちょっともう少し色づいてますよね。砂糖が汁気が出ているので、でこれはもうきれいに、汁が出るまで寝かせてあげます。で蓋をして、そしてあの完全に汁気が出てしまったら今度はあのお砂糖が溶けてしまうので、それまで待って、で今度はあのこして、それであの汁の分だけ、シロップの分だけを取って、梅はもう多分食べるとこはなくなってしまうと思うので、まあ私は処分します。で絞ったあのシロップの分をあの夏に氷水などに割って、炭酸とかですね、美味しいです。だから私はもう去年もいっぱい作って、もうかなり去年も飲みました。だから今年も使って早くシロップになってくれるように楽しみに待ちます。はい、どうも。